リオームタッサ。皆さんこんにちは。ヨガジェネレーションで哲学コラムを担当させていただいている永井由香です。今日は私がインドで出会って、ですごく尊敬していて、でこの方からバガヴァッド・ギーターの教えを学んだっていう方をご紹介させていただこうかなと思っています。では先に今日お話しするバガヴァッド・ギーターの教えについてご紹介させていただくんですけれども、バガヴァッド・ギーター第18節18章の47節目の文章で、全く同じような文章が3章にもあるんですけれども、18章の文章の方が分かりやすいかなと思ったので、今日は18章の47節目をご紹介させていただきます。自己のダルマの遂行は不完全でもよく遂行された他者のダルマに勝る。本性により定められたダルマを行えば人は罪に至ることはない。まずダルマっていうものなんですけれども、ダルマは日本語で言うと義務であったり役割、もしくは私が行うべき行為っていうものを意味しています。でこのダルマなんですけれども、多分宗教っぽい考え方だとか、法律的なことを考えるとみんながやるべきことっていうのが決まっている場合もあるんですね。例えばヒンドゥー教であれば牛は食べちゃいけませんよだとか、イスラム教だったら断食をしなくちゃいけないですよとか、その宗教もしくはそのコミュニティに属している人は全員がやらなくちゃいけないですよっていうような義務も世の中にはあるんですけれども、このバガヴァッド・ギーターで説かれているダルマっていうのは私に与えられた役割とあなたに与えられた役割は違うんですよっていうふうに教えてくれます。まず自分に与えられた役割のことをスバダルマっていうふうに呼びます。自分以外の人に与えられたダルマのことはパラダルマっていうふうに呼びます。で私は私に与えられた役割をしましょうね。他の人に与えられた役割の方が立派に見えることもあるし、すごく注目を集めやすいから羨ましいなって思うこともあるかもしれないんですけれども、だけどどちらの役割がより偉いとかそういったことはなくて、自分自身の仕事をやることが一番大切なんですよっていうのをバガヴァッド・ギーターは説いてくれています。で会社なんかで考えると分かりやすいですよね。で会社で一番やっぱ目立つ人って多分社長さんで、社長さんっていうポジションであれば、この会社全体がどういう方向性でビジネスをしていくのかとか、じゃあ社員が何をするのかっていうのを決定したり、もしくは何かチャレンジをするときに責任を取るっていうのが社長さんの立場 で、だけど社長さんがこう役割的にこう組織のトップにいるからって、でその人だけが素晴らしいわけじゃなくて、その下で働いているそれぞれの役割、営業だったり調達だったり会計とか事務とかいろいろあると思うんですけれども、その人たちがそれぞれ自分に与えられた役割をやっていて、初めて会社全体がうまく機能するじゃないですか。だけどこれを末端の人たちが、私も何かこう会社の未来を決めるような決定をしたいって言って、でそれぞれがただただアイディアを出し合って、いやこうやってやるこうやってやるって自分が決めたいって社長さんみたいになってたら会社ってうまく回らないですよね。だからそれぞれの立場に合わせた仕事をするのがいいんですよっていうのがギータの考えるパラダルマとスバダルマになります。でこれをすごくよく実践していらっしゃるなっていう風に思ったのが、私がインドの首都デリーなんですけれども、首都デリーの横にあるグルガオンと呼ばれている場所で住み込みの弟子をしていた時に、何年か
バンスリー古典音楽を学ぶために住み込みの弟子をしていたんですね。でその時にグルジの奥さんがいらっしゃって、で私たちグルジの奥さんのことをグルマって呼ぶんですけれども、そのグルマが私にとってインドで本当に最も尊敬できるなって思ってる女性なので、そのグルマについてお話しさせていただきます。でもちろん私のグルジ非常に権威があって有名な方ですし、音楽業界にすごくいい影響を常に与え続けていらっしゃる立派な方なんですけれども、だけどそのグルジもグルマのことをすごく尊敬してるんですね。でグルマが何をしてるのかっていうと、もう毎日一生懸命になって家族であったり、私みたいな住み込み弟子がいる時には生徒みんなが喜べるような食事を作ってくださっています。で本当に朝から晩までもう1日3食フルコースみたいな素晴らしい食事が出てきて、で午前中から今日の晩ご飯どうしようみたいなことを毎日考えながら下ごしらえをしてみたいな、本当に1日中料理を作ってるような方だったんですけれども、素晴らしく美味しい食事を提供してくださるお母さんだったんですね。で結構インドに初めて来て衝撃だったのが、日本だと、まあ、私の実家は割とお母さんすごく家事を一生懸命やってくださってる方なんですけど、でもやっぱり普通は家族みんなで揃っていただきますってご飯食べたいじゃないですか。だけどインドの食事ってチャパティって呼ばれている薄焼きパンを主食として食べていて、でやっぱり焼きたてが一番美味しいので、その一家のお父さんとか子供がご飯を食べている間、ずっとお母さんは台所に立って、で薄焼きパンを焼き続けてくれるんですね。でそれが30分とかずっと夏の暑い時でも台所で火の前に立ってずっとチャパティを焼き続けてくださって、で私は結構やっぱりそれが最初寂しかったので、グルマと一緒にご飯食べたいなって思って、だからわざとちょっと遅めにご飯を食べに行ったりだとか、もしくはチャパティ時間がかかるから、じゃあ私ライス食べるみたいなことを言ってみたりした時期もあったんですけれども、だけどグルマは私が心から美味しそうに焼きたてのチャパティを食べる姿を見たいって心から思ってくださっていて、で私が気を使うとかえって寂しそうにされてたんですね。っていうことに気がついてから、私はそっか、このお母さんにとってはみんながご飯を食べてる時に台所に立って、でみんなを幸せにすることがダルマだってことを思っているから、だから私はそれを尊重しなくちゃいけないんだなっていうふうに思って、それからはありがたく本当にいつも感謝で美味しいご飯をいただくようになりました、という話を友達にしたことがあったんですね。でポーランド人の友達 で当時一緒にヨガを勉強して、で結構いろいろ旅なんかを巡礼の旅なんかをさせていただいていた友達がいるんですけれども、その友達に私の尊敬するグルマの話をした時に、なんてセルフィッシュな人なんだっていうふうに言われて、私すごく悲しくなっちゃったことがありました。で彼女の考えとしては、そのお母さんっていうのは自分の家族だけが幸せになることを考えていて、何も社会のことを考えてないじゃないかっていうんですね。で私それを聞いた時すごく衝撃的で、で、私の友達曰く、インドって国はこんなに貧しい人もたくさんいるし、で食生活を見てみても無理な野菜を育て方をするから、だからいっぱいケミカル、化学的な肥料を使ったり、もしくはいろいろな悪いものを入れたジャンクフードがあったり、そうやって自然にも
題問題があるのに全体のことを考えないで自分の家族のことしか考えてないっておかしいんじゃないのっていうふうに私の友達は言いました。だけどその時の私もやっぱ若かったのでちょっと反発しちゃって、確かにあなたの考えはすごく理想的で素晴らしいけれども、だけど私たちはこうやって今旅をしていて自分たちの畑も持ってないし実現できないのに、だから私たちはまだ自分の勉強自分のための勉強しかできてないのに、そうやって自分の周りの家族だけでも最高に幸せにしてくださっているお母さんと比べたら私はすごく負けてる気がするっていう話をして、でそこでいやでもやっぱり理想高くそこに向かわなくちゃいけないんだっていうふうにちょっとこう意見が合わなくなっちゃったことがあったんですね。だけど今から考えればそれも人それぞれじゃないですか。ある人は自分の目の前の家族を精一杯幸せにするっていう感覚があるし、で、ある人は社会を変えたいって思ってそれに向かって行動するっていうのを選ぶ、与えられてる人っていうのもいるだろうし、だから考え方っていうのはそれぞれ違って当たり前なんだな。で、誰が偉いっていうわけでもないですよね。みんなが自分の精一杯をしていれば、人がやってることに対してあっちの方が素晴らしいとか私の方がすごいって考える必要もないですし、それってギータが教えてくれている多様性かなっていうふうにいつも思っています。で、どうしても今ね情報過多の時代ですので、 SNS とか見ながら、例えばヨガだったら一緒に学んだ同期のクラスメートが彼女の方が成功してるだとか、そういうのも目につきやすいので、だから人のやってることと自分のやってることを比べたくなっちゃう時もあるの仕方ないなって思うんですけれども、だけどそうじゃないんですよね。私は私のやるべきことをやって、で、あの人はあの人のやるべきことをやって、で、それぞれがお互いに尊敬し合うことができれば、そしたら社会っていうのは非常にバランスが取れてくるかなっていうふうに思うので、なので今日はバカバットギータの中に書かれているスワダルマ、自分の義務とパラダルマ、他の人に与えられた役割の関係についてお話しさせていただきました。もっと知りたいなっていう方はヨガジェネレーションの哲学コラムもたくさん100個以上の記事がありますので、気になるのを読んでいただけても嬉しいですし、もしくは今年の10月からバカバットギータについての8回の継続したコースも行いますので、よければチェックしていただけたら嬉しいです。では今日はここまでにさせていただきます。